ああ、明日コンサートだ。前の配信来れなかったって。え、サクティの子さ、さくらちゃんだよね。ねねさんはしなかったよね、多分。違ったらごめんなさい。やばい、トマトの汁が喉に。もう眠いんだよね。もうそれも終わったらお風呂入って寝ようかなと思ってる。明日の確認して。あんまお腹空いてないから。からね、確認、ちょっと心配な曲があるのでね、確認をしてやってから日付が変わる。明日がめっちゃ早いの。めっちゃだけどないかな、いつもより早い。いつも学校で学校の日に起きるより早いから学校の日全然起きてない。そう、早起きは得意。なんかでもこういうコンサートの日とかは逆に早く起きちゃうかも。目が覚めちゃう。楽しみすぎてなのかな、なんだろう。心配になっちゃって遅刻しないようにって思ってね、あのあれをするんです。タイマー3つかけるけど、そのタイマー1個も鳴る前に起きちゃう。そうだよ、この前リセット公演でしたよ。どうでした ?23 日リセット公演楽しすぎた。本当にすっごい楽しかった。なんか先輩方めっちゃいつも以上、もういつもテンション高い、いつも以上にさテンション高かった気がして、本当に楽しかった。ちょっとめっちゃ間違えた。前回1万より間違えた。キュートがハートしてくれて何かと思った。死ぬかと思った。そうよ、妹ちゃん可愛かったんですけど、妹ちゃん可愛かったんですけどね。いや聞いて、なんかね聞いてほしいっていうか、ね、なあ、また言うこと忘れた。何やったっけ、遊びなんかね、こう何やったっけ、ミステイクじゃなくて夢の鐘終わった後に感想言うじゃないですか。それデビューの時もだったんですけど、ななかちゃんの前に言ったんですよ。ななかちゃんの後じゃなくてよかったなって思ったのが、こうみんなななかちゃんの言うことがなんかすごすぎてっていうか、こうもうなんかすごい大人すぎて、みんなのあれ感想みたいなやつがすっごいしょぼいっていう言い方があれだけど、なんか子供みたいな。リセット会でレナちゃん見ながらしゅびちゃん見てました。見てた？本当に見てた？こうやって目凝らしててね、目凝らしてよ。しゅびちゃんどこだ？そう、もう前回もだったんだけどさ、終わってななかちゃんが言ってる時、あーすげえいいこと言ってるって思いながら、でもね、ヒーローってかな、ヒーローなんかピンとかね、ヒーロー。それね、この前半年でやったね。
半年だってカップルみたい。明日下手側でしょ、ともかちゃん。ツイッター見たよ。こっち側でしょ、うん、下手だっけ、こっち下手か、みんなから見て下手側か。あ、終わった後に褒められたりしなかった。でも何やったっけな、あのね、なんだっけ、忘れちゃったけど、あ、そう、あの引っ越しましたが終わって、市祭りが終わって、みんな横がりのちゃんなんですよ。そしたらお疲れ様って言ってくれて、なんか嬉しかった。セットは2列目やったけど、明日は5列目におる。髪で積運良くない？めっちゃ積運良くない？目の前がありなのに言ったし、耳的なのに言ってしまった。両方取ってよ。両方取って。みんなさ、髪テープをさ、絶対こうやってさ、あの後ろの方っていうのに投げたのに、なんか最前の方に行っちゃったの。なんで？え、こう投げたから絶対こう行かすのにこう行ったの。なんで？おかしい。ヒーローにつける。みんなもヒーローだって、ヒーローのことずっとヒーローって言ってもの、ヒーローの本人の前でもヒーロー。今のもね、え、誰のだ、誰のまねだ。みなみがシュミーと絡みなくてかね、みなも悲しい。みなもみんなもっとりなちゃんと絡みたかった。メソメソ。でもその最初の演習の時隣だし、最後の引っ越しましたの紙テープも隣なのね。そう、最初と最後が隣なの。あと、あそこもね、近くだよ。洗濯物の 2A2B かな、昔の同様のとこ。投げ方が悪いんじゃない？なんだろうね、あれがボールだったらうまいのに。ってか思いながら、じゃあ下に置いとって。モーさんが笑ったの？ちょ、笑わないでって、笑わないでよ。一生懸命投げてたのに。ね、そう、昨日ね、メールでね、そのうちわを普通に自腹でね、うちわを買ったんですよ。この前販売してたうちわを買ったのをメールに載っけたら、そこにね、いみきさんのうちわがあったんですよ。そしたら夜かえむきさんから LINE 来て、そのメールのスクショだけ送られてきた。それでバレちゃいましたかって言って、バレちゃったの。ショールームで言うとバレちゃったの。やも恥ずかしい。市民周辺全員紙テープ投げるの、なんだこれ、何だって。ね、ハンドボール、それみんなハンドボールは上手いと意外と。かわいすぎたって。あみちゃん初見さんや。そう、みんなゆうきさんとしんめが多いかも。しんめとか隣が多い、結構多いかも。はーちゃんでしょとか、もーさんとかも、ゆうきさんとみんなと他の方とか。心臓もた死んじゃうじゃん。とえぐちゃん仲いいよ。本当に可愛いな、えぐちゃん。もう大
好き。あ、それかあれする？こうさ、投げるときにさ、ソフトボールの投げ方、こういう、うまく投げれないかな。ね、そう、いや上なんか、なんであそこに行っちゃったんだ、分からない。でもね、そうで下に落ちちゃったの、ピューンって。でももうなんて優しいんだっていう方がいて、でなんかもう落ちちゃったの、落ちても取ってくれってこうやって、もう何、ありがとうございますって思ったんだ。それな、ソフトボール投げはね、ちょっと顔に当たっちゃうからね。そう、嬉しかった。お見送りの時に運転手ありがとうって言おうと思ったけど言えなくて、ちょっと悲しい。無駄兵器あったら紙タイム振られるかと思った。そう、なんかミナのうちわもね持ってる方いていらしてさ、何たくさん結構で、それで何やと思ったの。そうで、例えばはーちゃんやったら、みんなこう投げる前に大体そのどこら辺目指してっていうか、これ急に変なとこ行くのが嫌だから、大体ここら辺を目指して投げようと思って、パッてはーちゃん見たら、みんなのこと見てないの、えって思うじゃん。でさ、こう見てもなんか、なんかみんな違う人見てるって思って、へえって思って。でも撮ってくださった方いたから、あもういいやんって思った、キャーって。ねえ、それな、そう丸まったさまま投げそうになっちゃう。みんなも紙飛行機とかあったの？紙飛行機って危なくない？先っぽ尖ったりしてるし。でこうやってさ、こうやってもう見とったけど、なんかみんなと目が合わない。みんなと目が合わない。あれあれあれ、ああった、見て、あシアターの目が、なんかびっくりわ私は。でもコッペとハンちゃんめっちゃ仲いいよね。うん、思う、めっちゃ仲いい。じゃあ聞いてほしいもん。昨日ちょっと棚の整理をしてたら、棚に置いてあるね、こういうなんていうの、ペン立ててもないけど、そういう入れてるやつがあるんですよね。 それが落ちてきて、めっちゃあざ痛い、青い青たん。これも一緒に、一緒にここに置いて最後に固めて、そうしましょう。ありがとうございます。これ何、マキシマム、マキシマムにはね、今ないから似てるやつ。ありがとう、はい、ありがとう。キミちゃん、でも藤子ここね、そう仲いいんだけど、生で話すっていう LINE かも。マジネットもみたい。キミのこのペアダンス、え同期でってこと？同期の誰かで
6期で6期で9組ペアダンス作るってこと。マキシマムそういつもねスープとかけてるけど今日ないらしいからこれだった、サワークリームスパイス。ココッペって長いし、じゃあココッペはココッペ長いしやけど、あの人はめっちゃいじるっていうかめっちゃなんかえっめっちゃ守る人ってこと好きやんとかって言ってくるウケ。そう今日スープとトマトにする、お腹がいっぱいなのさ私は今ちょっとお腹がいっぱい暑いな。いや最初かけない。ゆうなは変人です。あの人ねずっと変なこと言ってる。ゆうなゆいなもゆうなとゆいなめっちゃなんか最近似てきた。ゆうなもちょっと確定演出先生、ゆいなも確定ゆいなもさ真似してか分からんけど確定演出って言ってなんかおもろい、あの空間面白い。めっちゃあつあんちゃんかわいい。本当にこれショールーム終わったら前すぐお風呂入るから。うわ絶対おいしいこれ。うわいい匂い。最近可愛いと思うメンバーはみんなはもうこの先エグちゃん推しを。エグちゃんのうちは勝てないの。ちゃんのうちは買ってなくてさ、みんな後悔。ゆうきさんとかパナさんも買ったよ。もち私はまだ現役ですからね。アイドルもとかも現役やってますから全然ハンさんとね。めっちゃ可愛い、本当に可愛い、まあ本当に好きすぎるんですけど、もう一生やめられないもん。それの前に本当にバレてびっくり私。えっバレた。見てないかと思ってさ、ツイッターはさすがにさみんな見るからさ。メールを取ってくれてる方しか見ないじゃん。だからメール反応方しか見ないだろうと思ったの。そしたらまさかのね。うんふん。まあスパイスっていうスパイスの味しかこれ。なんで。サワークリームって何なんだ。そもそもで全員ロキ全員のメール取ってるんじゃないかな多分。ゆうきさんどうなんだろうね、わかんないよ。誰が誰のメール取ってるかわかんない。生クリームを発酵させて作りましたって。人参の皮が皮かなこれ。何なんだろう。うんうんふん。
8時までしかできないの悲しいな。早く15歳になりたい、うん、早生まれだからな。うん、先輩メンバーとコラボする、コラボ配信、え、あ、みんなとしためっちゃ贅沢言う。まあするなら、なんていうの、クエンさんとかリナさんって話しやすい先輩の方がいいかもね、とは思う。ゆいちゃん誰のメールする、ロッキーと先輩何名か。コンサート行くからスケブになんか渋いちゃんしか、渋いちゃんとエグちゃんだっけ、タキヤ渋いちゃんとエグちゃんしか。本当に明日の僕にしないとやばいかも。なんか緊張すんだよね明日。なんかね、緊張っていうか、今までまあ彼とかはこれ実感があったけどない、え、明日みたいな感じ。不安というか緊張、実感がないから余計にさ、余計に緊張するかも。時間ないっていうのもおかしいけど、うん、明日はまんべんない。でも全体は多分右左下手が多いかも。あ、下手かな、みんな多いの。あー、どうだろうな。一旦準備してくれ、またねー、また明日ねーっていうコメントの上にまゆかちゃんあるのめっちゃ笑う入れ替わりみたい。なあさ、まゆかちゃん来るのめっちゃ久しぶりじゃない？全然来てなかったじゃん。みんながエグちゃんの話をしようと思ってるのに。これだけからお願いします。可愛く撮ってね、可愛く撮って。シュラワ、シュラワかな、シュラワかな。うん、ゆびちゃんの記憶力、そうそう、そうよ、舐めたらあかんよ、あかんでー。みんなのファンの方じゃなくても分かっちゃうからね。いつも何か食べてんの、本当に。え、でもこの前まで何も食べてんのかと、まやかちゃんが、まやかちゃんがおる配信で食べてるかも。よかったね、みんなのもぐもぐ配信が見れて感謝だ、運がいいんだ。それで終わったよ。それツインっていつしたよ、おとといっていつだ。
をしましょう。ね、今日聞いてほしい。なんかね、今日テストだったんですよ、英語で。でね、今日テストで英語でこう日記の英語を書きなさいっていうねやつがあって、その単語書くやつはその日記って書いてあって、横にカッコ D っていう頭文字が書いてあるので、その問題があって多分みんなは D みたいなこと書いたんだと思うよ、覚えてないけど。それでテスト終わってさ、レッスンリハに行ってさ、終わって楽屋で待ったらね、野中ちゃんが控えめ歌って、たまたま妄想の中はめくれるダイアリーって歌ってたの。ダイアリーだよ。待って、みんなそれで思った。ん？ダイアリーって日記じゃない？え？と思ったもん。うん。もうびっくり。え？こんなことあるっていう。もう本当にびっくり。悲しくなっちゃったもん。次の話から行きたい。仲良くなれちゃうね。もうえぐっちゃんの話でいっぱいだよ。ぜひ来て。それはみんなお話し会来てね。仲良くなれちゃうよ、みんなと。ねえ、そう、昨日歌ってくれればよかったのにね。リハあったから、さっきの。うん。欲しいなってるよ、欲しいなってるよ。終わり。分かんないよ、欲しい。雑炊だって。雑炊じゃない、野菜スープ。必要ない。え？どういうこと？もっと仲を深めないと。もっと仲を深めないと。それはもっと仲を深めないとだよ。あれでしょ？ミナとハーちゃんの仲超えたいよね。ハーちゃんよりも仲良くなりたいよね。ってこと、みんなとはーちゃんの仲よりもっと仲良くなりたいよね。で、圧かけとこ。星の中身、星の中身を推測だって予想、探偵ですか。待って、明日やん、やば、びっくり。ああ本当に明日早起きだ。本当に朝早いの、多分、確か早くなかったっけ。いや早かったと思うけど、ちょっと確認。うわ、しっくり。いや早いやないか。え？ね、福岡市民会館ってどこにあるっけ？リハ前にメイクだ。リハ。
忘れそう。あ、待って、みんなメイクミストさ、メイクのさキープミストをねずっと事務所に置いてて、でなんかで持って帰ってきたのお家に。そっからなんか行方がわからない。どうしよう、コンビニに売ってるかな、ドラッグストアとか。あ、売ってないかな、ドラッグどこ売ってんだろうね。24時間、ドンキとか。あ、本当にどこやったんだろう、一生思い出せないかも。あ、分かんない、分かんないです。私ドンキはあると思う。ドラッグストアならだから買っとくわ。え、いいの、お金払わないけど明日来るんだったらお願いします、持ってきて。松京って、松京って24時間でしたっけ。え、待って、嘘でしょ、55分だって。セブンにあるの、待って待って待って、情報量が多いよ。コスモス、どこに、うん、全部何どこにあるか分かんない。もう一度近くにあるかな、私のお家の近くあるかな。まあきっとあるでしょ。それはみんな差し入れで、メイクキープミスト差し入れで、差し入れです、可愛いままお願いしますみたいな感じで。どこに送れば、いや市民会館の あの入り口の方に置いていただければ、多分誰か、あ、それかね、始まっての会場に入ってからこうパパッとステージの前に行って、ステージの上にこう並べてくれれば、始まってパッと撮ってその場でやってまた戻すので、コスモスは知ってるよ。なんかプレゼントもあるんだもん。後ろの方でも前に来てください。じゃあそろそろランキングを読もう。13位がリベルさん、ありがとうございます、最近来てくださる。12位がはーちゃん、まゆかちゃんよろしく伝言。11位ビタミンチコアさん、ありがとうございます。10位がユッキーさん、ありがとうございます。今10位になってる、こっちか。9位がうらさん、ありがとうございます。8位がやっすさん、ありがとうございます。7位がたけやんさん、ありがとうございます。え、押したくるのかな。6位が白いかぶつさん、早くみんなの劇場見に来て、次いつか出られる時に、出る時。5位がかずおさん、ありがとうございます。4位がロメオさん、この間公園来てたよね、多分。ありがとうございます。さあ、くじまさん、ありがとうございます。くじまさんも多分来てたと思う。2位が吉田さん、ありがとうございます。吉田さんも来てたか。1位が、間違えた、1位が葵ちゃんです。1位葵ちゃんだよ。ありがとうございます。この間、ごめんね、お見送りですぐ気づけなくて。問いすぎるときに、あ、葵ちゃんってなっちゃった。ありがとう。それは明日から3日間会えますよ。あー、お洋服考えないと。それは明日か、楽しみー。で、てことで私はこの後もうちょっとスープをお代わりして、スープをお代わりしてお風呂に入って確認をして早めに寝ます。みんなも早く寝てね。28に来る方の方が多いのかな、どちらかといえばっていうか、明日昼夜行く、来て楽しみにしたい。なんなん、バイバイ、ありがとうございました。また配信をしよう。
切るよ。またこの後の3日間会える方は待ってます。お疲れ様でした。バイバイ、ありがとう。